50。暑い日が続きます。皆さんお元気ですか。フレンチシェフマスターのおうちより、今日はですね、実は4月の16日に種をまいてですね、まきました。ズッキーニが出来上がりましたっていうことでですね、こんなでかくなってね、2ヶ月半ぐらいですね、これちょっと特別に大きくなりすぎましたけど、できたんで、何作ろうかなということで急遽ですね、今日はですね、僕がちょっと考えてですね、即席で作ってみたいと思いますということで、今日はズッキーニの肉巻きバルサミコ酢とトマトっていうことですね。今日もねストーブ鍋を使ってですね、仕上げていきたいと思います。ということで今日のお花も外からお届けします。はい、今日も畑に来てます。次の晴れ間ですね。ズッキーニがついにできました。ね、ね、これでゆっくりができてますね。もう少しさっきね、1個取ったんですけど、また次々取っていきます。でもね、残念ながら生き残ってるのが1、2、3、4、5本6本しか生き残ってないですけどね、こうしてズッキーニが生きてきます。あ、こちらもちょっと大きくなりかけるのがありますね。はい、ということでズッキーニ4月14日に種をまいたズッキーニが成長、約2ヶ月で、あ、こちらもいっぱいできてますね。これズッキーニいっぱいできてます。ということで今日はズッキーニができましたということでした。はい、今日はですねズッキーニですね、今日材料紹介ですね。これズッキーニですけど、実はこう花がね咲いてからするんですけど、これはねおしべなんですね。で、この中のですねおしべを花が咲いたらつけた方がいいんですけど、まあ自然にあの虫が飛んできてですね、つけてくれる場合もあるんでね、こういうふうに花が咲いているんですけど、まあ、フランスなんかではね、とかイタリアなんかの中に詰め物をして、ね、作る料理もありますね。これはねこう取れるんですけどね、ちょっとね。ではね、今日はねこんなでかいのも取れたんですよ。やってんですね、今日はどれぐらいの大きさのやつで作ろうかなと思ってますけども、ズッキーニばかし詰めしましたけど、あと豚のバラ肉、ね、それにプチトマト、それにニンニクですね、これ 1ミリぐらいの、ね、スライス、そうですね、1ミリぐらいのスライス、それにバルサミコ、それにエクストラバージンオリーブオイルと、以上使って即席で作りたいと思います。肉巻きです。はい、先ほどね、あまり見せなかったんで、見てもらったのが少なかったですね。これいっぱい取れてるんですけど、まあ、普通ね、市販してあるのがこれぐらいの大きさですね。ですけどね、当然こういうのもできるんですね。ほっとけばね、もっと大きくなるんですけど、でも、中がね、スカスカになるといけないんで、これはね、そうですね。今日は、これを使ってですね、肉巻いて作ってみたいと思います。はい。はい、ズッキーニですけど、ね、火を入れるために、フォークですね、それにフォーク割ると割れてしまうんで、パリッパキッと割れてしまうんでね、それで味が染みてきますから、全体に、ね、こうして、ね、フォークで刺してですね、味が染みるようにして、そして、これはあのルクエでやりますけど、これで、500ワットで4分ほどやればいいですね。火入りますから。それから、冷ましください。ね、冷めないと豚肉は負けないんでね、冷まします。はい。はい、ズッキーニ火入ってますけどね、これを一回ね、冷ましたやつです。火が入ってます。だからこれの大きさにですね、合わせて、肉をですね、入れていきますね。これぐらいまでは白塩をねつけておいて、豚肉をですね少し重ねながらいきましょうかね。1、2、重なるようにその長さに合わせていきましょう。ね、いいですね。巻きましたからこれを巻いていきますけど、でこれねこちらの方から中にね軽くこれで塩コショウしておくといいですね。軽くですね、軽く塩コショウしておきます。はい、軽くしてみました。で、肉をね巻いていきます。これね巻いて重ねていきますね。
で、これでラップでキュキュッと締めながら、そしてね、クッと締めて、クッと巻いて、で、クッと締めて、ね、これ巻いておきますね、しっかりね。で、こちらの重ねた部分は、この上にして、出しておきますね。はい。で、少しね、剥がれないように、爪楊枝を刺しておきます。いっぱいまで刺していいですね。肉がね、剥がれていかないように刺していきます。はい、はい、これでね、下までもあれが、用紙がね、突き刺さってますから、これ以上いかないですからね、これ以上いきます。そして、先ほど僕ね、ニンニクね、薄く切ったって言ってましたけどね、これ、薄いのはちょっとね、早く火が入りすぎるんで、少し厚めにしました。もう、やり直しました。2ミリが3ミリありますね。はい、はい、24センチのストーブの、またソテーパンでいきます。オリーブオイルを大さじ1、2、3、炒めます。ね、温めてる間にしっかり白にもね、塩コショウします。はい、はい、いやーっていうところですね。最初くっつくんでね、回しながら肉をですね、少し回しながら色を軽々とですね、表面だけつけますね。そしてね、ちょっと転がしながらやるといいですよね。さらにね、表面を強火で焼きたいと思います。焦げないようにね、強火でやってますけどね、今ちょっと5分入れてみましたけど、ずつね、で、きれいにちょっと表面強火で火をつけましょう。はい、はい、もうこれでね、もう少しで1分取っていきます。あ、そういうのがいいですね。これいいです。火は弱めます。中火の弱にします。そしたらここにニンニクと油を入れますね。トマトを入れます。弱火ですね。弱火してあります。はい、はい、入れてからね。はい、肉を取り出します。はい、はい、じゃあですね、カットしていきます。1ね、2、3、4、ちょっと使ったかな、4、5でよかったですね。ちょっとこっち端が逃げてしまいましたけどね。まあこれでいいですね。こっちの端もね、切ってた方がいいんですけど、まあね、縦で食べる方はこのまま残しててもいいですけどね。はい、まあこれはこれでね、いいでしょう。まあ揃えましょうか、じゃあここね。はい、ね、こうしておきますね。はい、はい、ではね、もう少し火はね、ズッキーニはね、レンジで火を入れましたから入ってるんですけど、もう少し味を、油をですね、結構ズッキーニ、油とはね、相性いいですから、ここで、ね、熱いな、で、触っていきますので、気をつかないと思ってですね、ちょっとね、ちょっと、おしゃれにしたいな、という思いがあるのだったんでね、こうね、即興でちょっと作ってみましたけど、ね、で、ニンニクはちょっと厚めにしてよかったですね。最初はね、薄かったんですけど、ちょっとね、火が入りが遅いかなと思ったんで。そしてトマトをこの上に、これね、これでおしゃれにしたかったんですよ。だからトマトもヘラもつけたままですね。でちょっとこう押してあげれば安定すると思いますからね。この色合いっていうかね、どう考えてちょっと、色も考えて作ってみたんですけど、で、これで少し、ニンニク下が落ちないようにね、熱いですから気をつけてくださいね。はい、こういう風にしたかったんですよ。実はちょっとこれ押して、ね、こう押しておいて
滑ってく、滑るなと思ったんですけど、ニンニクが落ちちゃった。はい、こういう風にすぎますね。はい、はい、これで軽くですね、軽くというか、まあね、1分ほど、これも本当に弱火にしてありますよ。で、これで蒸します。はい、ではね、OK ですね。では盛り付けします。ね、蒸していきます。爪楊枝をね、取り忘れないで、取り忘れるとね、お子さんが見えるとね、危ないですからね。はい、ここを止まらず上に乗せますね。そしたら、ここのね、この油もね、少しかけてください。オリーブオイルとね、肉の味も出てますからね。はい、はい、ただ巻いたね、オリーブオイルをバージン、エクストラバージンをかけます。そしたら最後にバルサミコですね、これはどこのバルサミコかな、チェートバルサミコ、ちょっとどこのかって言うとね、分からないんですけども、それをね、散らしていきましょう。上からね、少しずつかけていきましょうね。はい、これで出来上がりですね。割と、まあ、手間かかるかな、かからないか、ちょっと、分からないんですけど、まあね、油でこれ食べるんですけど、まあ、ズッキーニがね、淡白なんで、これでトマトのね、潰しながら食べると美味しいと思います。ぜひね、お一緒に見えたらいいねボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。はい。はい。では、いただいてみますね。いただいてみます。あ、倒れてきちゃった。はい。で、油はね、少しよく取って、バルサミコと油がね、かかってるんでね。ですね。はい、これをいただいていますね。ちょっとこうね、僕の考えではこう、ちょっと潰しながらソース的にして、オリーブオイルとね、合わせて、肉とですね、ズッキーニを食べようというね、豚バラ肉なんでね、油油でしつこいなって言われる方は、油をね、少なめにしてください。ね、ちょっと熱いですよ。美味しそうだな。美味しそうですね。で、ニンニクの香りもあってね、いいでしょうね。うん。豚肉はね、バラ肉ばかりだとね、なるべくね、赤身のところを選んでね、やってください。なるべく赤身が多いところをね、バラ肉ですけど。この油もまだいいですけどね。これまあしつこかったらまあ油を少し減らすということですね。美味しいですね。なかなかいいですね。はい。これで、まあ、うん。美味しいです。ぜひね、皆さん、作ってみてください。ね、今日は即興だったんでね、ちょっと手間取って作ってましたけども、ぜひね、即興でも楽しんで作ってみてくださいね。じゃあ、またね。バイバイ。